はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、フィカスということで、今日はかっこいいフィカスを見つけてみよう、お話しさせていただこうかなと思います。ん？何？オリ？来るか？ん？来ないの？おいで。はい、ということでね、フィカスなんですけれども、ゴムの木ってやつですね。何？あんたね、だいぶ良くなったもんね。でゴムの木って大体どこでも売ってるんですけど、その中にはこんな風に根元がぼっこり太るやつもあったりするんですよ。でこれがめちゃくちゃかっこいいんですよね。で以前こちらの動画で、こういう太るフィカスがあって二章っていう風に言われてますっていうお話させていただいたんですけれども、その後挿し木とかでも太るのはありますよねみたいな話とかもあったりして、結局2章かどうかっていうのはよく分かんなかったんですよ。太るのもあるし太らないのもありますよっていうのが、結論だったんですけど、で今回新たに、何鉢か買ってきたので、それを、見てみて実際根とかに違いがあるのかなっていうのを観察していきたいと思います。興味がある方はぜひ最後までご覧になってみてください。で今回買ってきたのを紹介すると、まずこれね、単なるゴムの木としか書いていなくて、おりおりちゃん、降りて。何？寂しいの？だから品種名はね、これわかんないんですけど、とりあえずこの子で、これは根元ちょっと太ってるっぽいんですよ。僕もね、まだはっきり見たわけじゃないんで、どうなってるかすごい楽しみです。で続いてこちら、これは品種名あります、フィカスルビーです。この真っ赤な葉っぱがめちゃめちゃ綺麗ですよね。まさにルビー。これはもう結構ね、見ての通り育っているんですけど、そんなに太ってないんですよね。これ太ってない子で、最後がこちらです。小さい苗なんですけど、こちら品種名ついております、フィカスのジンです。かっこいいですね。これはね、本当にまだまだちっちゃくて、全然根元太ったりとかはしてないんですけど、でとりあえず今ね、お見せした3種類がどんな風な根元になっているのかっていうのをまずは観察していきます。今まであった話をまとめると、ネットとかではガジュマルなんかもそうなんですけど、この手の植物未生じゃないと太らないですっていう風に言われてます。アデニウムなんかもそうですよね。未生じゃないと太んないですって言われてるんですけど、一応育ててる方の話を聞くと、人参ガジュマルとして売られてるものなんかは挿し木でも年数経つと太りますよっていう話です。あ、これ2本入ってる、繋がってないんだ、ラッキーごめんなさいね、いきなり。で、未生をしてる方とかもいたんですけど、未生してても太る子と太らない子が出てきますっていう話です。その辺はね、僕もドルステニアギガスっていう塊根植物未生で育ててますけど、あれも確かに太る子もいれば太んない子もいたりとかするんで、太る太らないっていうのはひょっとすると個体差もすごく大きいのかもしれないです。これね、挿し木だと思ってたんですけど、継ぎ目ないですね。その継ぎ目っていうか、切った後ですね。切った後がないですね。こういうのってね、結局、生産してないと、何とも言えないですよね。これ、さっきの中ぐらいのやつです。名前がついてないフィカス。根元がボコッと膨らんでて、ちょっと楽しみですって言ってた子ですね。土なかなか落ちなかったんで、洗ってきました。ね、根元がっつり太ってますね。スパッと切った、跡がなくて、そのままシュッとこう伸びてる感じですね。じゃあ最後、大きいこのルビーですね。これがどうなってるか。切れ目とかはないんですけど、で根元は、そんな太くなってないです。スッと落ちてます。わかりづらいかもしれないんですけど、この根元が太い子っていうのは、そのままこの太い状態がスーッと下に落ちてって、キュッと、お尻曲がるような感じの根になってます。で根元が太くない方は、一応ねちょこっとねシュッとは下がってはいるんですけど、なんかこう
三分割みたいな感じで根っこが分かれてます。これ前の根元が太くなるフィカスがありますよということでお話しした子ですね。この子も一緒に見てみようかな。あ、やっぱ全然違うこれは全然違うな。でこんな感じ、わかります？違い、ほら根元ぼっこり太ってますし、一切切れ目だとかがない状態でそのままこう渦を巻いてます。あとはまあこれもやろうか。これはこの間水耕栽培だった子です。ダイソーさんで、ね、先端部分カットしたんで、芽が動き始めました。これこんな感じ、ここですっぱり切れてますね。で切れたところから放射状に根が伸びてます。はい、こんな感じで並べてみました。なんか1個増えてるけど、これね忘れ去られていたバーガンディかな、それの挿し木ですね。これはね切り口あります。ご意見の中にはこういうゴムの木って特殊な花をつけるんですよ。だから普通の花みたいに人工的にこちょこちょやって受粉させるとかそういうことができなくて、共生している蜂、それはその蜂の種類もまたゴムの木の種類によって違うみたいなんですけど、その蜂によって受粉が行われるから、あの国内で未生は出回らないだろうっていう話があるんですよね。でまあ多分そうだと思います。あの日本国内で、種ができて未生が行われるとかそういうことはねないと思うんですけど、あのウンベラータ、ね、うちにはないですけどウンベラータなんかは、8割が輸入苗みたいです。でじゃあ輸入されてるやつは未生なのかとかっていうとそういうわけじゃなくて、メリクロンの苗が多いみたいですね。あのこれあくまでウンベラータの、話の中に出てきたものなので他のフィカスがどうかは分かんないですけど、要はその挿し木と未生が出回ってるっていう頭で僕もいたんですけど、挿し木とメリクロンが出回ってるみたいですね。あとは、未生ももちろん出回っていて、それは個人の方が増やしたりとかして販売してるのは、よく見かけます。生産のその市場のルートとかにね未生が出てくるのかっていうのはちょっとわかんないです。ただ間違いなく未生もたまに売られてます。芯は切り口らしい切り口はないですね。スッと伸びてますね。2つあったんですけど2つともスーッと伸びていて切り口はないですね。これはね同じような細さのさっきお見せしたバーガンディ、ね、これはほらなんかこう切ったところから生えてきましたっていうような跡ありますよね、思い切りね。これはダイソーさんの水耕栽培の子です。ほらこれも切ったところから生えてきましたっていう感じがあります。だからまあひょっとしたらこれ茎がね細いからすぐ切り口目立たなくなったっていうだけなのかもしれないんですけど、ひょっとするとこういうのはメリクロンとかでね増やされたものなのかもしれないですね。無菌のフラスコみたいなところの中で、育ててあげるっていうのが、組織培養なんですけど、その場合は切り口って多分できないんじゃないかな。ちょっとやったことないんでね、わかんないですけどね。もし詳しい方いたら教えてください。これはフィカスのルビーですね。これもね、継ぎ目こそないんですけどね。こういうのはどうなんだろう。もともとメリクロンだったのか、挿し木した根っこが成長してね、目立たなくなったものなのか、ちょっとわかんないですけど、こんな枝分かれをしているのもあれば。これ今日買ったもう一つのゴムの木です。こういう根っこのやつもあります。これは根元ちょい太りの切れ目なくてまっすぐ根が下に伸びていってます。やっぱり根の雰囲気が違いますよね。で、未生じゃないかって言って前紹介した子です。これはもうなんか全然別物ですね。ね、切れ目一切なしでもっこり太ってる感じ。全然違います。とりあえず知っていただきたいのは、こうやって売られてるものの中には、露骨にこうズバッと切られて、そこからちょろちょろと発根しているような形になっているものもあれば、こんな風に
もうもっこり太ってるようなものもあったりするので、あのゴムの木ってやっぱ葉っぱとかね、そういうのを見て選びたくなりますけど、こういう根元のところとかにも注目して見てみるのも面白いのかなっていうふうに思います。あとは同じゴムの木って言われてても種類が違ってたりするんですよ。これあの品種名が違うじゃなくて生物としての種類が違う。だからひょっとしたらその種類の違いで、こうやって太りやすいのもあれば、さっきのルビーみたいに太りづらいのが出てきたりとか、あとガジュマルでもお話が出たんですけど、実生してても太る子と太らない子が出てきたりとか、あとはまあ挿し木であっても太ったりとかするっていうことだったので、ひょっとするとそのメリクロンとか挿し木をした時に基本的には元の親の遺伝子を引き継ぐので、元になった親に太る遺伝子があれば挿し木とかでも太りやすいのかなとか、そういうのがひょっとするとあるのかもしれないです。でもルビーがあんまりこれ太ってないっていうことは、ひょっとすると太らないような系統から赤が強くなったのがルビーなのかもしれないですし、まあ実際はねどうかわかんないですけど、まあそういうものの違いで太る太らないっていうのが出てくるのかもしれないですね。まああんまりねこの根元気にしたことなかったよっていう方はぜひ今後チェックしてみてください。こういうのをチェックするのもこれはこれで楽しいかなと思います。俺みんな心配してたよ。ああ目開いてるね、大丈夫だね。治った？もう目薬嫌でしょ。おり目薬嫌でしょ。目薬する？はい、ということで今日はこちらフィカスの根の観察をしてみました。結構違いがあったかなと思います。まあどこでも売っているメジャーな植物ではあるんですけど、結構奥が深くて面白いですよね。これを機会に今までフィカスあまり興味なかったなとかっていう方も、ぜひ栽培にチャレンジしていただければ嬉しいなと思います。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな役に立ったなという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。